ですね、これね、あの写真も味噌ラーメンドーンと来て、はい、麺王と、まあ、餃子の高橋さんの看板、はい、石田さん、いよいよ看板が出来上がってきましたね。いかがですか。いやもう本当にいいですね、これね。あの写真も味噌ラーメンドーンと来て、はい、麺王と、まあ、餃子の高橋さんの、はい、今までちょっとかすんだね看板でしたから、はい、これ新たにこう車で今通ってる方ですとかね、うん、こう麺王になるんだって感じになってます、うん。そしてあのお店の横のあの、はい、横の看板もでっかくドーンとなってるので、はい、うん、なんかあの色がね、黄色からオレンジのグラデーションが、うん、初日の出的な印象だったりとか、そんな風に思いましたね、うん、いよいよこれから日が昇るぞみたいな、うん、いう感じで、はい、とってもいい看板になったなと思って喜んでます。いや楽しみですね、うん、もうめっちゃ目立ちますもんね、目立ちますよね。あとはここに、ね、パンダを置こうと思って、はい、なるほどなるほど、あれができるとまたすごいですよ。そうですね。さっきみたいに子供たちが登下校の時に、はい、パンチしていく、パンチして、はい、穴は開かないんですか。穴、まあパンチするぐらいだったら開かないです。大丈夫やと思います。はい、いよいよ看板ができたらだいぶね、はい、うん、変わるっていうのがなりましたので、うん、吉田さん、あのまああと8日ほどで、8日ぐらいでオープンですけど、はい、そう、気持ちはどんな気持ちですか。うん、ますますこう、まあ、オープンに向けていろんなことを最終段階でね、うん、現実的な営業の今準備をみんな取り組んでもらっているので、うん、で
やるぞって感じですね。でみんなに協力してもらっていい店にするぞっていう決意を持って、うん、それがもう日々近づいてきていて、まあ、ワクワクする感じもすごく思います、うん、なかなかこういう場面であの社員の人たちと一緒に準備するっていうのは僕も初めての体験なので、はい、引き継いだことはありましたけど、うん、準備からこうやってみんなで一緒にやるっていうのはなかったので、ね、まあ、あのみんなにとっても僕にとってもいい体験ができてるなと思います。なるほどですね、はいはい、それも楽しみですよ、はいはい、じゃあまたあのオープン直前に今度また来ますので、よろしくお願いします、はい、お願いします、はい、ありがとうございます。今なんかどんな感じに今進んでますか？もうやるしかないっていう、うん、ですね。まあ現実的にお店ができていて、うん、ちょっと僕の資源も頑張っていこうという感じでしたね、うん、なるほどね。家さんの中ではあもう今大体こんだけ考えた準備の中で今何割ぐらいできてます？今まだ本当に6割ぐらいで、あ、なるほどね。で、あと4割をあと1週間足らずで埋めないといけない状態で、うん、なるほど。一番こう大変に感じてるのって今何ですか？あ、そうですね、まず厨房とかもあの工事が完了してないんで、うん、まだ物を作って作ることですよね。物自体が、なるほどね、ちょっと、そっか、調理が、調理がまだ全然できない。そうですね。なるほど。引き渡しはいつなんですか？引き渡しはこれ今週、来週ぐらいには。あ、そうですか、はい、で来週から本格的に動く形で、うん、なるほどね。まあでも楽しみではありますね。楽しみですね、はい、そうっすか、わかりました、はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。飲食店経営塾塩ラボ、新規集客で売り上げを伸ばしたい飲食店経営者店長へ、今毎月塩ラボ虎の会を開催しています。毎月開催している塩ラボ虎の会では、1、塩さんから直接今の施錠や飲食店の現状を聞けます。2、自分が聞きたいこと、知りたいことをその場で問題解決できます。3、参加したスタッフがその場でやる気になります。4、歴史を読み解きます。5、3000店舗の現場を見てきた経験があります。6、 YouTube で取り組んできた全国の飲食店経営者から得た気づきをシェアしています。7、他の店舗の悩みや成功体験を聞けます。8、コラボレーションができるか模索ができます。9、タイムリーな情報交換ができます。10、飲食店で独立を考えている従業員に有益です。 PR やウェブマーケティングに強くなれます。12、媒体にとらわれない売上アップの仕組みをメンバーと共に作ることができます。13、本気で売上を上げたい仲間が集まっています。14、虎の会オンラインサービスも充実しています。1、会員限定ページが閲覧できます。2、会員限定 YouTube 動画を閲覧できます。3、過去に開催した虎の会リアルの映像をご覧いただけます。4、グループページでの質問相談はいくつでもできます。詳しくは説明欄ホームページをご覧ください。ご視聴いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録をお願いいたします。またよろしくお願いいたします。